できてる気がする。北映画すごい。あ、どうもアザラシです。北映画、北映っていうこのゲームは VGA 化してないんですけど、なんか裏技みたいな方法でできてしまっている。すごい。あ、やっちゃうかこのままこのままやっちゃうか。遅刻の血の字はありますか。な、字がくっきりと見える。なんということでしょう。こんな裏技があっていいの。国の字が見当たらない。コツあった。遅刻。あ、でもこのまま行くと下手したらあれだな。あれ、アザラシ入りそうじゃない、これ。もしかして。あ、入りそうですね。4文字言ってくれるっていうのはなかなかできそうでできないことよ。よし、じゃあせっかくだしやっていきますか。あ、どうもアザラシです。期待実況をやっていこうかなと思います。今日ね、あ、ちょっとスタッキング外れた。ドリームキャストの端子をそのまま HDMI にして変換する。明日だよね、あの人が来るの。誰？ああ、朝10時の飛行機だから。前にやったんです。すごい線がくっきりしている。そうは思わないでしょうか。母さん仕事で行けないけど。線がくっきりしている。よろしく頼むよ。ね、どっかに矢印があるんですよ。うん。でも小さい頃あったっきりだし、きっとすごく変わってるんじゃないかな。線こっちに見えないや。母さん、これ用意しといたんだ。明日持っていくといいよ。めっちゃ線が綺麗。嘘。この字はジャギジャギなんだが、ジャギジャギなんだ。やば。それちょっと恥ずかしいよ。これはちょっと感動するね。あ、もうこんな時間、私行かなくちゃ。めちゃくちゃ綺麗じゃん。行ってきます。この、の、描いてる絵の人が多分ね、ノッチって書いてあるんだけど、裏の CD の裏とかに多分大槍アシトさんではないかなと思ってるんですけど、違うんですかね。違うんですかね。別名義だと思ってるんだけど、別人だったらあれだな。遅刻朝だし、東京に住んでる高校2年生だった。俺もこれやったら高校2年生ぐらいの頃かもしれん。母さんが北海道行きの往復航空券を手渡して僕にこう言ってくれた。行ってきなさいよ、気分転換に。笑顔のない男なんて全然魅力ないよ。これはね、いやどうだろう、男は笑顔なくてもギリ許されるかんない。女の子は笑顔が素晴らしいと思うけど、笑顔がそれだけでもあればね、それだけでなんかもう許されるというか、うん、オールオッケーな気がするけど、男が笑ってたら別に なんてことはねえと思うけどな。男がなんならニヒルでクールなぐらいの方が、まあ、それはどうも言えないかすげえ綺麗、綺麗すぎる。 3D っていうかデジタルっていうか、 3D じゃない、デジタルかよ、デジタルかよ。ドリームキャストのデジタルか。ちょっと音大きいかな、ちょっと音大きいかもしれないですね。どうすりゃいいかな。ちょっと下げました。札幌では親戚の家におせっかい、お、厄介になる予定に春の陽子さんといって僕のおばさんに当たる人だ。あ、ちょっと矢印がうっとうしいな。これここにあると良くないな。消すか。この三列シート、こんな暗い三列シートの飛行機とかってあるんって思ってしまうよね。もはや、全然線が綺麗、キリッとしてる線が、こんな綺麗な線だったんですね。すみませんあ、はい。え、シートベルトがこんがらがってるみたいなんですけど。あ、見ると僕のシートベルトの片方が隣の席の金具とつながっていた。僕はすかさず謝る。これでしょう。あ、すいません。ベルト外し、本来の金具と付け替える。なんとも同時な話だ。これね、機体の素晴らしいのは、会話割り込み機能というのがあるんですね。まあ、これ普通に選択肢やってるけど。あ、
これうまくいったのかな。なんか昔ながらの Windows のウィンドウみたいなのが出てくる。どうしよう。あの自己紹介から、まずは自己紹介から。あの、はじめまして、僕遅刻って言います。東京から来た高校2年生です。そう、全然興味ないわ。私は深夜だったわ。普通でも悪いけど今は世間話する気分じゃないの。ああ。私に読書する時間をいただける？はい。ありがとう。聞き分けはいいんです。そんなこと言われちゃったら。今期は。でもこれでもう名前覚えてもらえるし、なんかどっかで会ったらね、なんか挨拶ぐらいできるかもしれない。はい。すごい。期待がデジタルでできるって。すご、絶対できないと思った。ちなみにやり方はですね、新しく手に入れたこの、でもこれもしかしたらこれじゃなくてもできたのかもしれないけど、ケーブルをまず普通にコンポジット出力のやつを挿しといた後、起動した後その普通のコンポジット出力のやつを引き抜いてガッてこう挿したらなんかできた。なんかできた。完璧にデジタル化されてるし、VGA 出力されてる。ぼやーっとしてないよね。アナー、ANA。航空業界も今コロナで結構大変だよね。多分ね。まあ死にはしないんだけどね。航空業界はね。リーマンショックとかでもなくならなかったもんね。っていうね。なくなりゃしないのよね。ああいう仕事はね。そういう意味では強いよね。千歳空港に置いてあった。確か。千歳空港な。今はこんな感じじゃなかったりするんだろうね。きっとね。え？お兄ちゃん？あ、線が綺麗。いきなりお兄ちゃんなんて呼んでびっくりしましたよね。すげえ髪型だよな。あの、私春の小鳥です。お母さんが仕事で急に来れなくなっちゃって、代わりに私が来たんです。こうやって見ると大槍葦人ではないかもしれない。覚えてます？こうやって見ると、昔東京のお家でよく遊んでもらって、その時私お兄ちゃんって呼んでて、はあ、さっき見かけた時昔と全然変わらない目をしてたから、このなんだろう、だから私嬉しくなって、自分でも無意識に兄ちゃんって呼んじゃったんです。ジャギジャギっとしてるよね。ジャギジャギっと綺麗に切り取れてない感じが。でも後ろの背景とかは綺麗な感じがするしね。いいよ、え、いいよいいよ。まるちょっと照れている小鳥ちゃんの顔を見ながら僕は笑顔で答えていた。あ、また矢印出っぱなし。お兄ちゃんでいいよ。はい。じゃあそろそろ行きましょう。もったいつけずにもっとこうさらっと言おう。さらっと呼んでいいって言われるとかえって意識しちゃって言いづらいかも。変なの。当時は別に小鳥とかうーんって感じだったけど、まあ今見ると、当時っていつの話だよって思うね。今見るとまあ可愛いよね。普通に可愛いよね。PHS 何それ言い出す人が出てきそう。この持ち物ってさ、なんか使うことあったっけ、いまだかつて。なんか使うことあるでしたっけ。 PHS、 とりあえずそのおうちにダバダ占い。何ダバダ占い、ダバダバダ。当時は多分これ電話かけてね、占いと聞いてたんですよね。でしょうねっていうか、はい、こちらドクターダバタの占い電話サービス、あなたとあなたの一中の女の子の相性を無料で差し占って差し上げます。ダビデの占いについての説明を聞きますか。いいえ、別に別に。沢尻エリカ、それでは早速占いを始めます。よろしいですか。沢尻エリカネタもさ、あの結局麻薬とかやっちゃってる人だったわけだからさ、なんか慎むべきだよな。ダバタデンベラウンチャバラホガラガエベラデンベラドンネラバダダで、イエーイ。はい、小吉。何の役にも立たん。何の役にも立たんのじゃ。はい、もう抜けます。20分ほどしたら、とか、1日目とか、そういう単位で区切っていきたいね。うん。あ、綺麗。いちいち感動してしまう。こういうさ、お手洗いの文字とかがさ、多分ね、コンポジット出力じゃねえ、よく見えなかったと思う。ショップって読めるもんね。すごー。この感動は、あの、
今見てる人にはとても分からない。今初めてこの機体を見る人には分かんない時あの感動ですわ。お兄ちゃん、そろそろ札幌まで40分って大概結構長いよね。こっちだよお兄ちゃん。なんか変な間のある時は会話の潜り込み潜り込みのシーンかなって思ってしまうわ。実際そうなんだけどさ、札幌は今が一番いい季節なんだ。へえ。暑くても湿度が低いから過ごしやすいし。せやな。それにこの季節はお花がいっぱい咲くし、海で泳げるのは花が咲くのはどこも花咲くけどな。でもたった2週間の夏だから。ほんまにこれ本当に北海道にいると本当に2週間ぐらいしか海で泳げないってのは本当に。近所に住んでるお姉さんなんか、まあ、岡山にいるけど別にそんな海に行かないけどな。ジェットスキーやってるんだよ。おー、ジェットスキー。あ、こうやって入るんですね。こうやって話に潜り込みます。ドリームキャストのコントローラーで行くと X ボタン、4つ並んでるボタンの一番左のボタンを瞬時に押さないと潜り込めないから結構難しい。学校について聞くか。学校どんな感じよ。大里高校の普通の話だとこんな感じだよね。私立の女子校なんだけど制服が可愛いんだ。私立の女子校。部活はテニス部。まだ素振りしか教わってないけどね。悲しいな。そういえばお兄ちゃん、北海道は初めてだっけ？なんか初めて。そっか、初めてなんだ。初めてだっけ？ようこそ札幌へ。なんかテニスで素振りとかさせられてるだけなのに全然楽しくないよな。だからお兄ちゃんも。あんなやめりゃいいのにね。素振りで、素振りで上手くなりはしないと思うんだが、ひたすら球を追いかけるのでいいだろうと思うんだけどね。まあ、単純にね、新入生がいるからいると上級生がコート使えないってだけだろうけど、ね、お母さんが仕事一筋で家事なんて全然しないから。ほら、あ、こういう風になるんですね。今なんか話のタイミングだと思ったら、いや、なんでもない。本当にならいいけど。こうやってなんか気まずくなっちゃう。間違えて話を入れようと思ったら、ほら、うちのお母さんってテレビ局に勤めてるから。テニスってのはそのコートの話ね。コートの上級生が使えないから、上級生が去るまでの間はね、素振りとかコート書いて練習しとけっていう話ですね。外で美味しいものたくさん食べてるから、自分じゃお料理しないくせに他人の料理にはすっごくうるさくて、それで結構鍛えられちゃったかな。こいつは席につかねえの。いつもじゃねえ、ずっとこのあのなんていうんかな、席と席座るシートとシートの間のところにいるけどさ、40分立ちっぱ結構厳しいだろう。あ、そろそろ札幌に着くよ。お亡くなりに。札幌駅ってさ、今こんな感じじゃないよね。絶対こんな感じじゃないよね。ここから地下鉄に乗って平岸っていう駅に行く。函館駅よりもしょぼいもんな、これな。函館のあそこ何？在来線使って着く新函館北斗とか。地下鉄が3本通ってるわ。もっとしょぼい東西に走る東西線。小樽駅とかよりも面白いよな、今の札幌駅な。そのまんまの、ね、でもそうか、地下鉄。それと東方線。でも東方線はほとんど乗らないな。今の札幌駅は現在の札幌駅の位置にある札幌駅なの。東京の地下鉄と違ってるところあるでしょう。あのね、これ見るとアミダナが大が正解なんだけど、本当にアミダナなかったっけ？去年の夏頃に、正解、よくわかったね。青春18切符使って。札幌の地下鉄にはなぜかアミダナがないの。函館から。私なんかこっちの方が普通なんだけど。小樽まで。来た人とかはみんな不思議がってるわ。電車で移動したけど。車輪がゴムタイヤだから音も静かなのよ。なかったっけかな。あ、でも地下鉄の話か。地下鉄にはみたいなのがないって話か。平岸全部聖地ですね。今日なんかたまたまこの期待のつぶやきをしてたらツイッターで、いまだに期待好きな人結構いるんですね。そして聖地巡礼をしていらっしゃった。期待の聖地巡礼なんておしゃれでいいよな。
お家はこのローズヒルっていうマンションの5階にあるの。こういう、あここの文字とかがめっちゃはっきり見えるって言おうとしたのに。楽しいですね。この楽しさは多分、うん、俺しかわからない。ただいまー。いやー、変な猫が、長い声の猫が。おかえり猫っていうさ。おかえり猫のビジュアルがこんなにはっきりと。泣いてくれるぬいぐるみなの。あら。仕組みはよくわかんないんだけど。今日この日のこの1日目の最後までやります。だから多分もしかしたら30分ぐらいになっちゃうかもしれないけど、ご了承ください。ほら、全部泣き方が違うでしょ。これ何気にちょっと面白いよね。名前はエルちゃんっていうんだ。エル。かわいいでしょ。知ってるか。死神はリンゴをどうの子。あ、今話に食い込みんかった。押したんだけどな。かわいい。なんか話無視してる感じになっちゃって。小鳥ちゃんが窓を開けると涼しい風が入ってきた。東京よりずっと涼しくてカラッとした風だ。東京の風とかなんか嫌だよな。なんか知ってる？札幌の家は汚れてそうってイメージがすごいよ。光じゃない限り偏見だけどね。エアコンはないのよ。うん。お兄ちゃん、トマトジュース好き？好き。トマトジュース好き。よく飲んでます。よかった。トマトジュースも好きだし、ね、オオカミレッドアイも好き。で、高須町の名産品なの。トマトジュース、ビールにトマトジュースを入れただけなんだけど、ビールってさ、クソまずやん。クソまずやん。でも、レッドアイは、ビールの苦味をうまいことこう、緩和してくれて、飲みやすくて飲みやすいの。うん。おいしい。ちょうどいい、このビールの苦味がトマトの、なんかこう、の味にアクセントとなるというか、非常においしくなると思います。この狼の桃とかってさ、実際売られてるものなのかな、いまだに。なんか品種ってさ、結構、なんだろう、出た。あ、ごめんね。おし、お兄ちゃん先に行っていいの？うん、美味しいよ。よかった。私もこれ大好きなの。ちょっと食い気味に行っちゃったかなと思った。あ、そうだ。お兄ちゃんの使うお部屋案内しなくちゃ。は、お願いします。こっちだよ。いいんすか、こんな。女性二人暮らしに思春期の高校2年生が入っちゃって、このお部屋お兄ちゃんが自由に使っていいからね。あ、はい。あ、それと逆にね、私これからこれぐらいの年の男子だとね、もしよかったら意識過剰になって安全だと思う。よほどのパリピでもなければ。うん、いいよ、行きます。よほどの、よほどのパリピでもなければ。歩いてすぐのところにラルズストアがあるのよ。まあそうか、そういうタガノは外れてるね。もうなんかお猿さんみたいな人もおるかもしれんな。しこざるみたいな人が、そういう高校生もおるかもしれん。あ、もう夕方になっちゃった。ねえお兄ちゃん、早くお買い物しないとお腹を空かせたお母さん帰ってきちゃう。もう20分になっちゃったね。ここで一旦切ります。初日前編ということで、ここから次回この続きからいきます。はいボタンを押しちゃった。次回この続きからで、初日分っていうことで、前後編にしますかね。はい、初日編でした。ちょっとオープニングが長かったからね。とりあえずここまで一旦終了。